代打、檜山さんもいるしね。いやこれはもう僕はもう神様がいますからね。僕はもう真っ先に出てきますよ。別に代打といえばじゃなくてもいいのかな。何でもいい何でもいい。絵になるとか、まあ、うん、もちろん一番決めるわけじゃないから。うん、じゃあ檜山さんいきましょうか。はい。もうもちろん。あ、八木さん。八木ね。はいはいはい。もうこれはもう目の前で見てきたんで。やっぱ八木さんの代打の神様って言われぶりはね。はい、すごかったですね。うん、まあ僕は当時その時はもうレギュラーでバリバリ出てたんですけど。代、う、打、ん、の神様って言われたの八木から？そうです。そ, です、ね、その前は真由美さんで、そのもう一つ前が川戸さんです。その時はもう切り札ですよね。切り札。普通切り札。ヤギさんから神様になって、で実際めちゃくちゃよく打ってたんですよ。いとも簡単に代打で打ってたんで、ね、ん右に左にね、そうなんですよね、なんか足ポーンと上げて意外に軽打もするしね、はい、でヤギさんの代打の準備の練習の仕方っていうのを僕はもう目の前で見てて、で僕はレギュラーの時によくあんな練習の方で打てるなっていう、バッティングフォーム崩すだろうみたいな感じの練習方法で、もうバッティングの練習の距離ももう相当前に出てピッチャー側に出て打ってたんで、そういうことしてたんだ、はい、バントもせず右打ちもせずいきなりもうカーンって打つっていう、うん、それがまあ多分代打で一球勝負の極意なのかなっていう、うん、で僕はもう最初代打になって結果が出ずに悩んでてどうしようかな、でも八木さんよく打ってたよなと思って八木さんの練習を取り入れたんです。あ、そう、そしたらやっぱり打てるように結果が出るようになって、八木さんはでも自分で俺は代打が合ってるって言ってますよね。あ、そう、はい、こんな難しいもんはないと思うんですけど、それはやっぱり自分がやってると思うの、うん、思いますね、やっぱり、はい、多分大事なところで回ってくるわけじゃない、はいはい、まあ、後半だと思うんだけど、はい、それまでやっぱりピッチャーのなんかこう、はい、まあ、誰が来るとか、はい、予想しながら、そのなんかそれまでビデオ見ながら、はい、もちろん癖探しながらとかやってる、そうですね、もちろんイニングと点差と、うん、まあ、そういうところ状況ではもう全くやっぱり勝負球は変わってくるんですけど、でもそのピッチャーと対戦しても次のじゃあ年内に対戦するかってはない、ほとんどないぐらいなんで、すごいよね、多くて2回3回ぐらいまでなんで、すごいよね、だから神様って言われるんだからな、生きてる間に神様って言われることないやろ、これはもう八木さんが作ってくださったおかげでもう次は僕が神様で言われて、関本まで神様やったもんな、そうです、開幕して僕1ヶ月ぐらいヒットなくてもずっと神様やってたいいのかな思って、はい、なるほど、コツは何なんですか。コツはどれだけこう、まあ、割り切れるかっていうのはありますね、まあね、だっていうのも出ていくピッ、あの対戦するピッチャーってもう間違いなく、まあ、7、8、9なんていいボール、すごい、まあ、2つは絶対持ってないとダメなんで、うん、その2球にどちらかをもう狙い定めて絶対芯に当てるっていう、うん、もうダメだったらもうしょうがないっていう感じですね。だんだんテイクバック取らなくなりますね。なるなる、もうタイミングももう自分の方で固めてパーン、もうトップに持っていってもうそこから出すだけみたいな感じですよね。はいはい、代打の特徴僕そう思います、ね。ああ、なるほどね、はいはい。そういうのがあるか。もう自分のタイミングでは打てないんで、もちろんやっぱり。確かに。なので関本のバッティングゲージ見てたらちょっと笑いが出るぐらい変な打ち方しますよね。カッカッカッテイクバックとかスウェーとか一切ないんですよ。カッカッ。こんなんですよね。もう徹してましたね。ね、バットが何しようがもう結果っていう。うん、誰が来てもタイミング取れるっていうのはそうなるんだ、やっぱり。で、やっぱり相手は絶対いいピッチャーで間違いなくて、コントロールも良かったらやっぱり自分が狙ったボールでもね、やっぱりミスショット、やっぱりなかなか打てないんで、まあ、今度そうなるといいボールだから。あのほっとこうっていうわけにはいかなくなったりとかするんで、うん、もうワンストライク取られるともったいないんで、うん、自分で仕掛けに行って、うん、アウトコースだったらちょっと踏み込んで打つとか、なるほど、はい、やっぱりな、八木さんな、八木さんはちょっとすごかったですね、出るよな絶対な。じゃあノブはどなたかいますか。そうね、まあ、檜山、いいんだけど、いやこれね、イメージというか、うん、で代打専門じゃないと思うんだけど、うん、やっぱ俺イメージでやっぱり、やっぱ結果出したらやっぱりあれがちょっと強烈な印象、はいはい、代打で、あの時ね、なんていうの、代打満塁サヨナラ優勝決定ホームラン、かっこいいですね、普段ニコ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 してね、そう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 、はい、北がキャッチャーやってる時にデトロボール当てられたの、で当てられて、お前この野郎っつって怒って、お前何笑ってんだっつって、あいつ引きつっても笑っちゃうんだお前笑ってんじゃねえぞっつって、あの一回やったことあるもともと笑い顔、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 それに後から気づいて、いや申し訳ないことしたなと思ってさ、はい、じゃあ武志行きましょうか、はい、僕はちょっとマイナーなんですけど、いいですね、いいですね、その方が、どの上兄、どの上兄、はい、お兄ちゃん、これじゃん、左ね、代打としてのその成績ってそんな大したことないんですけど、うん、僕晩年最後ドラゴンズ戻った時に1年半ぐらい代打やらせてもらったんですけど、やっぱ全然打てないですよ、うん、俺はやっぱり4打席のバッターだ、うん、スタメンで出たいっていう、それのプライドが消せなかったのが一番なんだけど、うん、さっき檜山が言ったように
割り切ることが一切できなかった時に、武宏がこれで、ね、結構代打でよう打っとったんですよ、僕の前 で、ね、で恥ずかしながら僕武宏にお前どうやってバッターボックス入ってるんやって聞いたことあるんですよ、そしたら武宏が半ば諦めてますって言うんですよ。開き直り、うんうん、いや僕も正直諦めて打てないと思って入ってるんですよ。だからそのぐらいの風に思ってやらないとやっぱり失敗が多いんで、僕ら4回で1回打ってフォアボール取ったら3割3分3厘で、10割打たなきゃいけないでしょ、1打数1安打だから。そのこと考えたら打てないんですよと、この後輩に僕を教えられて、だからその言葉がすごく僕響いて、でも最後までやっぱり代打うまくいけなかったけどね、でもやっぱりすごいポジションだね、代打って。でもう2割打ったらいいですもんね、2割5分打ったらすごいことなん で、そうですね。だから前ピッチャーが中継ぎが全然評価されなくて、今評価されるじゃないですか、だからそのぐらいの評価を代打にもしてあげたいなっていうのを僕このドローエタゲールに教えてもらいました。やっぱレギュラー張ってて代打に回った時のあの辛さというかありますね。あのね、はい、1日がめちゃくちゃ長いんですよ。でベンチで座っててまだね、その最後の方に仕事が来る時に飴舐めてガム食べて、はいはい、体の調子悪くなってあいつ行くかな、準備しようかなっていうこと考えると、あまだ3回4回って考えてるとすごい長いんですよ。やっぱり前半は飴ちゃんだめの多いです。飴ちゃんだよね。でその時間潰すのがすごく大変。もう試合に出てる時あっという間に1日終わってたけど、あの晩年で本当に代打やってチームのことも考えて若いやつにもアドバイスを与えて声も出して、でチームをまとめてやった選手はやっぱり残りますよ。で僕みたいに「なげ早く終わらんかな」俺の出番いつかな」ってやる人はやっぱり。ダメなんですよ、だからもう自己中なんですよ、まあ、一番ね野球を冷静に見れますもんね。そうそうそう、まあ、監督はやっぱり試合に集中采配とかもありますけど、やっぱりそのあたりぐらいになってくると監督の考えも分かるし、で自分だったらこう交代するけどなとか思いながらもあるし、そうだから自分の中でもう考えてると監督批判をしてしまうわけ、自分の心の中で。何監督やってんの、ここなんか代打に決まっとるやろとか、ピッチャー変えろよって心の中で思ってる、その葛藤、俺だったらこうするけどもっといい風になるだろうとか、そういう風に思って見てた。僕はなんかノックアウト食らったピッチャーとか、例えばエラーした選手の表情、帰ってきた時の表情とか、まあ、声も考えてましたよ、口から出る発言とか、そういうのも見たりとかしますね。そうなるともういろんな選手の性格とかも全部分かってくる。時にはなだめたりね、時にはちょろっとチクッと言ったりとか、そういうことが一切できなかった。もう自分のことだけ考えてたからこういう人間になっちゃったすいません。そうか、集中力高めろいでもな、その瞬間だけ。レギュラーバリバリやっていった時にはパッとユニフォーム脱ぐのもこれ一つの方法だね。でもやっぱり僕も悩んでた時はなかなか結果出なかった時は川藤さんに声よくかけてもらいましたよ。どうなんやお前みたいな感じで。いやそんな言い方じゃない、何を言っとるよ川藤、行動忘れてもらっちゃ困るよ、わちがの一生かけて打ったヒットやぞマートンは一シーズンで打ってまうよわしは職人よって言うてはったんですよ、ね、いや本当そう、本当にそうで、やっぱり代打っていうやっぱりその世界を作り上げないとやっぱり結果出ないっていう感じなんで、僕はやっぱりその武さんが言ったようにやっぱりレギュラーにもまだずっと未練があって、もちろん最後まではいつ出てもいいようにって準備してたんですけど、あのライトもスタメンも思ったんですけど、でもやっぱり気持ちの整理を俺は代打っていうふうにしないと結果は出んっていう。加藤さんは割り切り早かったですよね。そう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 、はい、あの代打でも何でもいいんでチームの功績になれるんやったら、その1打席でも欲しいっていうスタンスでずっとユニフォーム着てたじゃないですか。だってあの武勇伝でクビって言われた時に給料いらんからユニフォーム着させろって言ってたっていう武勇伝が残ってるぐらいですから、野手の間こんな渋ヒットが多いんですよもしくはピッチャーの頭ビューンって抜けるセンター前とか、でそれでさよならのゲームを作ったりとか、もう本当阪神ファンの胸をすごく踊らせてくれた加藤さんが、僕の中では加藤浩三さん代打の神様でした。記憶に残る選手だね。でそのスタイルによく似てたのが実は大島康則さんなんですよ。はい、大島さん、僕が中継ぎで出て行ってダッグアウトで座ってこうやって汗拭ったりしてると、鏡の前で構えてブンブンって2回3回スイングして、見とけ
どうにかしたるからって言って出て行ってピヨーンってセンター前打ったんですよ。で年間通して多分3割4分ぐらい打った時あったと思うんですよ代打で。でそれで給料上げろって大揉めしてるの覚えてめっちゃ大揉めしてました当時の日ハム上がらへんから、はい、大島さんめっちゃ怖かったよなあの怖い雰囲気を出す人でした。いやもうねあのドラゴンズではね意外と伝説な大先輩で、ドラゴンズ時代はすごかったみたいですね。あの遠征先とかで朝飯がまずかったらひっくり返す勢いだったらしい。飯がまずいって言って僕でも入団した時僕の母親と年一つぐらいしか違わなかったんですよ。で高校卒業して行って お風呂で「あ大島さんや!」と思って、もうそんなこんな隠すこともできんので、もう生まれたまんまの姿で「大阪から来ました岩本です、よろしくお願いします」って「大阪のどこや?」って「八尾中ところが来ました、中とこってどういうことや?」って風呂で「すいません!」って言ったの覚えてます。でもあのすごく後輩を可愛がってる人というイメージの方が今強いですね。はい、僕はねちょっと違った視点からマナか。マナか。言ってもね代打の人たちってねそんなに打率強くないんですよやっぱりね、当たり前だけど、うん、2割とか2割5分、うん、マナが代打で3割打ってるんですよ。そうですよね実は。おそう、年間31本という記録持ってるんですよ、うん、100打数31本、すげえ、すごい代打成功率めちゃくちゃ高いんですよ、うん、僕監督やってた時もあったんだけど、うん、だからねみんな知らんなと思って、なんかイメージ切り札的な時もで、まあ、後半出る時もあるんだけど、うん、もうちょっと例えば早いうちにピッチャーがノックアウトされる時もあるじゃないですか、うん、代打で出なきゃ。だからそういうとこ本当はベテランやってんのに、まあ、そんなとこでも出ます出ます、とにかく出してくださいってタイプで、それすごいな、なんかすごい記録持ってるんですよ。僕聞いたんですよ、あのやっぱりシチュエーションが異なる場面で数多く出たじゃないですか。そうそうそう。でどうなんて言ったら、僕はあの毎試合でもあの1回でもいいんで立ちたいタイプですって僕はダメやったんですよ。 それをすると緊張感の場面が全然違うんで、ランナーなしで大差があるっていう時に、で僕真由美さんが当時監督の時に、僕そこでは監督ちょっとそういうところはもうやめます、うん、行きたくないですって言ったら、真由美さんも経験者なんで、うん、あ俺もそうやったってなったんですけど、うん、真中はそんなことないですよね。だからね、だから俺も監督やったけど、やっぱりベテランには気を使うわけよ、はいはいはい、で代打出す時にはやっぱりいいシチュエーションになってから代打頼むぞっていうムードを作りたいんだけど、はいはい、真中逆に出たいって言って言うから、う、ね、逆に早めの若手が普通出てもいいかなっていう時でも出たいって言うから、もうだから100試合出てるんです代打だけで。でも今その気使う監督が僕解説させてもらっててないんですよね。 お前ここちゃうやろと、代打の切り札ここ出てもモチベーション上がんないでしょっていうモチベーションことがすごく今感じます。だからそこはお伺い立てて、お前ちょっと最近バッターボックス立ってないから立ってみるかって言ったら、自分の意思でいけたらいいじゃない、はいはい、ね、もう5点差も6点差で代打の神様ああヒーアンって言ったのテンション上がらないですよ。もうバチバチのところでワンアウトノーアウト三塁で返してほしいところで自分で打てなかったら自己責任だし、だからそういう今監督さんが少ない。いやでも気使うと思うよ、はい、今の気使ってると思うけど、ね、僕らも監督で代打出た時ってほんまにピッチャーから回ってくれやんか、ね、負けたら大体代打じゃん、ね、ほんまいつもこうやって見てたもん、こうやって言ったら向こうの方からこうやってこうペケとか出すやついるからな、こうやって、あだからじゃあ俺行くわって言って代打俺とかでも出たけど、そうだからみんなね一応いい場面は残しとかなあかんから、いや代打俺すごい難しいと思ってたんですよ。そういう話も あるんですね。一番はね、 こいつが代打行ったらいいのになと思うやつがちょっと嫌な顔した時に、うん、俺行くわって言って、へえ、代打屋さんって、うん、代打屋さんってちょっと断るけど、うん、なんか打てないのが続くとファーム落ちちゃうじゃん、うん、はい、で試合に出なかったらずっと一軍いるじゃん、うん、はいはいはい、だから正直なこと言うと打ちやすいピッチャーの時だけ出たいじゃん。ああそういうことか。やっぱりね、このピッチャーで打てそうっていう、もうすごいピッチャーが来たら打てないのに、誰が出ても打てないから、なんかそういう時は逆に、あな俺行くわって言って、俺行きますわって言って後ろ準備しに行って、今度後ろ準備しに行ったら若手がね自分が出たいと思って一生懸命素振りしてるやつもたまにいるわけ、なんその時いたら行くって言ったら行きたいっすって言ったら、そんな感じなの。僕やっぱり緊張する場面で慣れてる方が、うん、もう それがリズムになってるんで、仕事のリズムになってるんで、だからこそなんか大差のゲームとかに行くとなんとなく気が抜けてる自分がいるんで、いざじゃあまた戻って緊張する場面になった時に変に力入るんですよ。だからもうずっとそのシチュエーションだけでお願いします。そうだよね、だからゲーム読んで
行って、あこういう展開なら俺ここあるな、うん、それが監督の考えと自分の思ってたところで代打檜山って言った時は一番ボルテージがあるって、うん、でまた結果が出やすいです、ね、でそれが俺だなと思って外された時のあの愕然とするね、このありますね、がっかりさと、その反対にいる、お前行けって言った時に、え俺ですかって言うと失敗の確率、これでも中継ぎの投手とか一緒ですよ、一緒だと思う、でもそれピタッと合うことは多い、やっぱりもう、まあもうやっぱりある程度やっぱりなると なってきますけどね。だって選択肢なんて、代打の選択肢とかピッチャー交代の選択肢って僕二択だと思ってるんですよ、うん、もうだって負けてるか勝ってる時の選手の出方なんてまず変わらないじゃないですか、ってなるとじゃあこれ二択左右でどうするかっていうことなんで、二択を間違える監督が最近多い、二択間違えるなよと。なるほど。だからもう我がドラゴンズはね、今立浪監督苦労してますけども、そういうことがこう言われちゃうんですよ、やっぱ負けてるし。でもオリックス3連覇、中島監督クライマックス解説させてもらったんですね。そしたら8回にチャンスが来て、あそこ8回1点取れば勝ちなのに、中島監督バントしなかったんですよ。で結局は若月が打って勝ったんだけど、あの時に僕思ったの、これ立浪監督がこの采配したら多分ボロカスやろうなって。あそこと比べちゃうよね、だからこそ大胆な采配ってできるんだな中島監督ってちょっと思ったんです、だからそういうところでは気の毒だなと思ったんですね、でも中島監督はでもシーズンからバントもそんなに構えてとかっていうのはないんだよね、結構打つ構えからバントとか、それが当たっちゃうんですよね。だから二択なんで、そういう時に本当にガチッとあった時の選手の力ってすごいよね。ありますね、でもボルテージの活用ってすごい勉強になりますね。すごいと思う、いや、はい、もちろんそうなんだよ、だからその辺気遣うよ監督になったら、その気遣いとともに、あの大島さんが大沢監督の時に、大島さん呼ばれてもね何もないんですよ、でもここ一番で黙ってもう出ていったんですよ、だからその後に大沢監督立って代打大島先に大島さん出てったんですよ、かっこいいね、それがもうボルテージマックスのところがお互いのあうんがベンチと大島さんの中にあったんだと思いました、かっこいいとか思って、ほんでビヨーンってピッチャーの頭ワンバンでセンター前です、はい、頑張ってヘッド最後ガーッと返して、はい、もうすごい覚えてます。あとこれ見るとさ、やっぱ川端すごかったよね、川端すごかったね、すごかった、これ勢いやって抜くなと思ったけど、もう神がかってたね川端も。でもやっぱり立浪監督も最後ね、前田智則も打ってたっていうのはね、この2人は共通しているのは初球から振らなかったですね、代打じゃ珍しいですけど、なるほど、待って打つタイプ、駆け引きで打つんですね、掛布さんもあんまり初球打たなかったんですね、打たなかったね、はい、レギュラーの時、僕ら阪神ファンだったんで打てよっていつもテレビの前で言ってました、打たなかった。杉浦さんとはどうだったんですか。杉浦さんね、杉浦さんはもう初球絶対打たないから、やっぱトランペット流れるんですよ、パラ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 パーってやってるピッチャーがもう一球目投げてるからさ、はい、絶対打たない、タラーって音楽が流れるのは絶対打たない、そんなこんなでもほんまに一球目打たなかった、まあ杉浦さん一回聞いたことあるんだけど、やっぱり代打出てたらやっぱり一球見たいって言うんだよね、そのスピード感、見たいですね、伊人さんと大体、まあ今やったらスピード感とかであるけど、やっぱり見てからじゃないとなんかこう掴めないから一球見るって言ってましたね、まあ、だから僕らはトランペット鳴ってるからじゃないって言って俺じゃないよ、広沢さんが言ってたから、ね、広沢さん